録音始めていきます。はい、お願いします。お願いします。サッチーの気まぐれラジオ、時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオのお時間です。 MC はサッチーとミキサーのキャンです。この番組は FM ギノワンから午後9時まで放送します。皆様最後までお付き合いくださいということで、最近なんか暑いですねっていうのが挨拶になっておりますが、皆様大丈夫でしょうか、はい、私あの最近あった、近く家の近くのエイサー祭り後に、はい、腸炎と脱水を起こしまして、ちょっぴんばっかし病院に行きました。だいぶ盛り上がってたみたいですね。盛り上がってましたね、めっちゃ。けどまあクソ暑かった。だからね、来月かな、来月は全頭エイサーもあるのでね、はい、ちょっと水分とか塩分とか、塩分取ってたはずなんだけどな、私水分だけ取ってなかったのかなって思うんですけどね。はい、番組の紹介をしたいと思います。お願いします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは気まぐれ.sachi@gmail.com です。アルファベット小文字で kimagure.sachi@gmail.com です。また YouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録は毎週月曜日の18時頃からやってます。ツイキャスのアカウント FM ギノワンセカンドでリスナーさんからのツイキャスのコメントはどんどん拾っていきます。 X ではハッシュタグ気まぐれラジオをつけてポスってくださいね。ということで、今週の1曲に行きたいと思います。はい、お願いします。筋肉少女隊で日本インド化計画です。どうぞ。もうあれですね、テーマを決めた瞬間にこれってしかも思いつかなくて。世代ですね。世代、うん、世代で。俺にカレーを食わせろ。元カレがしょっちゅう歌ってたんですよ。あの筋肉少女隊ってなんやねんって当時は思ってましたけど、あ、今普通にムキムキな女性っていっぱいいますからね。います。今日お腹ならんか心配だな。マジで。ちょうど夕飯時に。夕飯時にこのテーマ。あっちこっちで売り切れが。あははは。本当に暑いとしか言いようがない。36度行きましたからね。来ましたよね。沖縄でも。とうとう。まさか。まさかの36度。もう台風来るから若干下がるんじゃないですかね。まあでも今回直撃はなさそうですけど、ね、直撃なさそうですね。まあよかったよかった、それってくれっぽいね。うん、先週はなんか直撃しそうみたいな予報が出てましたけど、僕は正直あ、これまた太平洋高気圧が思ったより下がらないパターンかなって予想してたんで、うん、日曜日ぐらいまで様子見ましょうって話してたんですよ。おお、案の定僕の予想当たりましたね。
イエイイエイみたいなね。はい。また冷静に、冷静に日曜日まで見てから判断した方がいいですよ。私もてっきり直で、直で来るかと思ってた。結構、最初の予報は太平洋高気圧がスーッてこう逃げていくので、はいはいはい。大陸側の高気圧の間に道ができるっていう予想で、そのど真ん中にちょうど沖縄が当たってたんで、はいはいはい。本島直撃コースって思われてたんですけど、うんうんうん、思ったよりその太平洋高気圧が今少し残ってるんですよ。そのヘリの方を通っていくので、はいはいはい、だからそのまま中国に向かうんじゃないかっていうのが今のコースね。ああ、なるほど。台湾、石垣台湾あたりを通ってみたいな。うこれポップンでもやったな。ポップミュージック。ポップミュージック。うん。ボタンのやつ。ボタンのやつですね。パタ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 。そう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 。ではまもなくマイク開けます。お聞きいただいたのは。筋肉少女隊で日本インド化計画でした。では早速今週のテーマに行きたいと思います。お願いします。今週のテーマは好きなカレーです。というのも今日が収録7月22日なので Google 先生で見たところ、なんか夏のスープカレーの日らしいんです、それで他の日もちょっと Google 先生調べたらなんか良きものがなくて、はい、カレーだったら盛り上がりそうだなってことでカレーにしました。いいですね。カレーはみんな好きですからね。好きですね。大好き大好き大好き。早速キャスが来てますので紹介したいと思います。沖縄大好きさん、こんばんサッチー、こんばんサッチー。カーブボーイさん、サッチーさん、キャンさん、皆さんこんばんわ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 ん。台風来るみたいね。だけど、しかし7月でまだ3号って少ないよね。あ、確かに言えてる、うん、少ないですよね。してクイズ対決今週も頑張ってね、チャンピオンと来てます。そうなんですよ。私ROK さんの、はい、あの花花天国っていう番組でクイズ対決があるんですけど、リスナーさん同士の、はい、それで、5回出て連敗してたんです。はい、連敗してて、よっしゃ、今週も連敗してやると思って意気込んだところ、なんと勝っちゃいました。さすが。いや、私、基本クイズってあんまり得意じゃないんです。だけど、なんかタイミングよくわかる問題が、ポンポンポーンと来たので、ラッキーみたいな。そこからカープおじさんのように連勝を勝ち進んで、いや、もう一勝で十分かな。一勝したからもう十分かな。もう逆にもう今度は負けてまた連敗記録を作ってみようかなみたいなのをちょっと企んでおりますが。あんつばさんも来ております。こんにちは。こんにちは。カープボーイさん、回転寿司のヒラメの縁側ってあれは実は外国産の、なんとかカレーっていう種類の魚らしいよ。あ、そうなの。ちなみに好きなカレーはココイチ番屋のカレーと来ております。美味しいですよね。美味しいよね。パタクシュも美味しいですからね。ダナノリクカイクさん、あれ今日仕事なはずなのになんでキャスに来てるんだ。まあ不思議なことが起きておりますが、カレーは施設で毎週土曜日とかで曜日が分かるようにカレーを出してるってよ。海軍とかもカレーが出たら金曜日とかと来てます。有名な話ですね。有名な話ですね。海軍カレー、海軍カレーよく聞く。あんつばさんが、マツコの知らない世界見てテーマ決めましたと来てますが、いや、私Google 先生で調べました。毎回私キャス個人的な配信で
テーマをちょっとリスナーさんから募ったり、Google 先生に頼ったり しながらテーマを決めております。カープボーイさん、元祖高木ブー伝説。ありましたね、そんなのが。DM が来てますので、紹介したいと思います。よろしくします。沖縄ラバーワッチーさんからいただきました。名前が変わっている。ありがとうございます。ありがとうございます。サッチーさん、皆さん、こんばんは。こんばんは。今週もよろしくお願いいたします。早速ですが、テーマカレーですが、実は7月21日に、ララポートで沖縄フェアがちょうど開催されてました。なんと人生で初めて沖縄限定のボンカレーを2パック買いました。まさか本土で沖縄限定のボンカレーをゲットできるとは思いませんでしたと来ております。沖縄限定、ボンカレーのパッケージじゃないのか、あれは、ボンカレーって多分わかんない。私カレーは大体ボンカレー買いますけど、内地で多分ボンカレーのあのパッケージっていうのは多分さすがに見たことないかな。私も学生時代はボンカレーの甘口しか食べれなかったですね。あれ中辛じゃないの？僕はもう甘口しか食べれなかったです。あ、そうなんだ。あの辛いの食べきれるようになったらもうほんと大人になって20後半ぐらいです。そうなの？今じゃ激辛がいけるぐらい。おお、私激辛いけないのよね。こいつ10辛食べてますからね。うわ、マジか。はい。もう一つ DM が来てますので紹介したいと思います。お願いします。あんつばさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。好きなカレー、辛口カレーが好きで、お店やレトルトカレーは食べないですね。特に具にこだわりはなく、ノーマル、卵焼きをご飯にのせて、目玉焼きをのせて、ゆで卵をのせて、生卵に後変えて食べます。ちなみにカレールーはご飯の上にはかけず、皿半分にご飯を盛り、隣にルーを入れ、ご飯とルーが接しているところから食べていき、ご飯をルー側に寄せていきますと来ております。食べ方にこだわりがあるんですね。キャンさんはどんなです、どんな感じで食べてます？僕ですか？はい、ですね、お気に入りが、はい、バナナカレーが好きですね。おー、バナナカレー。はい、そういえば先週なんかお布団をくっていうか帰り間際に行ってましたね。トッピングにバナナ入れるんですよ。トッピングにバナナ、はい、スライスバナナを入れるんですけど、はいはい、意外とライスとも相性良くて、だから辛いカレーとかに行ったらめっちゃ美味しいだろうなと思うんですけど、はいはい、まあなぜ今妹がですね、はい、バナナという名前も出したら怒るぐらいのバナナ嫌いでして、なんで？だから家で食べれなくてですね。あらまあ、大好きなんですけどそれをやる機会がないっていう。ああ、お店で出してるところもなかなかないので。確かにバナナカレー聞いたことないね。中学生の時に小田切丈さんがなんか NHK のなんか特集でこうわーって歩いてる時に、はいはい、バナナカレー絶対美味しくないじゃんって言って、うんうん、食べてて、うん、美味しいっていうのを見て、あ、うん、いけるんだってなってやってみました。おー、なるほど。ちなみに僕にとってはもうあの大会前とかですね、はいはいはい、のエネルギー補給としてはもうバナナカレー最高でした、ね、あ、確かにバナナはねエネルギーになるから。でライスもエネルギーになりますからね、うん、なるなる。キャスの方で、沖縄大好きさん、カレーといえばキーレンジャーいつも食べてるイメージですね。ムサシさんも来ております。サッチーさん、ミキサーのキャンさん、リスナーの皆さん、こんばんはしょーい。こんばんはしょーい。ラジオ収録&生配信お疲れ様ですと来ております。カープボーイさん、レトルトカレーだったらカレーマルシェが美味しいな、辛口と来てますね。うん、カレーマルシェ美味しそう、美味しそう。銀座カリーも美味しいですよね。ああ、まだ私食べたことないかも。ちなみに私今日収録の前お昼に
キーマカレー食べました。ああいいな、美味しそう。でもレトルトなんですけどね、結局、結局っていうか、うん、家で作る暇がほぼほぼないので、レトルトのキーマカレー食べたんですけど、ハンバーグをトッピングにして食べましたね。おー、うん、金秀さんのハンバーグ、焼くパターンのハンバーグをトッピングにやって食べました。キャスの方でカープボーイさん、昔国際通りの国際ショッピングセンターの地下にあったカレー屋さんが美味しかったけど名前覚えてないの。なんかなんだ、銀の器に出てて魔法のランプみたいなのに入ってカレーが出てくる、なんかおしゃれなところと来てます。どこだろう、昔の話か。ありますよね、ああいうところ。ありますね、あんなオシャンティーなところがありますね。はい、八ヶ地島にカフェがあってそこがそんな感じで出してましたね。ほーすげー。メールが届いてますので紹介したいと思います。お願いします。ラジオネーム、うどん県大好きさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。私はカレーライスが好きです。私は給食の中でカレーが一番好きでした。いつも白いご飯が入っているお皿をカレーのお皿が入っているところに入れて混ぜて食べてましたと来ております。私も給食の中であれですね、カレー好きでしたね、意外に。でも、なんて言うのかな、ピーマンを入れる、入れないっていうのがあるじゃないですか。うんうん。私、ピーマン嫌いなので、ピーマンは入れないでくれっていつも願ってましたね。ピーマン確かにちょっと苦味があると邪魔しちゃうんですよね。そう、邪魔する邪魔する。まあ、ピーマン自体は僕好きなんですけど、はいはい、確かにカレーにピーマンあんまりなんか、うん、邪魔な感じはしますよね。結構主張が強いので。確かに主張めっちゃ強い。あとカレーのピーマンコリコリするじゃないですか。あんするか。カレーの中にコリコリはいらないかなっていう気もしますよね。せっかく柔らかく食べれるのに。確かに確かに、コリコリ感も邪魔邪魔ピーマンの結構主張強いですからね。うんうん。次のメールに行きたいと思います。お願いします。サッチーさん、こんばんは。こんばんは。味噌煮込みスキーです。お久しぶりですね。好きなカレーはインドのスパイスの効いたカレーが好き。キーマカレーや豆カレーなど一見シンプルそうでも複雑なスパイスに工夫があるカレーがいいですね。なんと、タンドリーチキンがあればなお最高ですと来てます。うん、確かに最近いろんなところなんとかつけてますからね。タンドリーつけたら美味しそうだな。確かに言えてる。ちなみにキャンさんはトッピングなんかやります、はい、特にバナナ以外で。バナナ以外で、うん、まあよくやるのはチーズとかスクランブルエッグですかね。おお、意外とここ一番屋さんって納豆とかも入れるじゃないですか。ああ納豆なんですけど、はい、僕このココイチの納豆カレーで納豆克服できました。あ、そうなの。はい。私もう納豆も論外の人なんで、いつも。はい、僕も論外だったんですよ。絶対ダメなやつだったんですけど。はい。まあ某ドラマの撮影の時にですね、はいはい、一日中撮影して、はい、夜ご飯出たご飯がそれだったんですよ。寒い中いで、あったかいカレー、ああ美味しそうじゃんってやったら納豆カレー、納豆もご飯にかかってる状態で来るので、あ、食べざるを得ない。そうだね、環境なんですよね。確かに言えてる。私納豆カレーだったらなんとか食べれるのかな納豆。まあでもぜひおすすめはもう寒いっていう環境を作って、お腹も空いたってやって、うんうん、その環境で食べたら絶対美味しいですよ。あー、ね、環境作りが大事ってことなの。はい、だからアイススケートでめっちゃはぁっつって寒くこうわーってやったら、この環境の中であったかい、はいはい、このカレー持ってきてそこで食べるとか、はい、あー
なるほど。ちょっと環境を考えてちょっと納豆チャレンジしてみようかな。私ちなみに内地で行ったカレー屋さん、沖縄にあるのかなって私ちょっとグーグル暇がなくて調べられなかったんですけど、ゴーゴーカレーってあるじゃないですか。多分、うん、沖縄にあったかな、ゴーゴーカレー。ゴーゴーカレー。はい。そこのカレー屋さんが意外と美味しかったですね。どこで食べたっけ私。秋葉原で食べたような記憶がある。元カレーと。で、意外に、那覇とかに多分ゴーゴーカレーあるんじゃないかな。行ったことがなくて。もう、うん、ゴーゴーカレーのカレー、意外に美味しかったですね。カツカレー、カツカレー、私何食べたっけ？もう6年、7年ぐらい前の話なんで、カレーは食べたの覚えてるんですけど、どのカレーを食べたかを記憶がなくて。でもなんか、銀のお皿って、さっき言ってた、カブボイさんが、そんな感じのカレーのプレートでしたね。確か。うん。うん、メールがまだ残っておりますので、一つ紹介したいと思います、はい。お願いします。気まぐれネーム、沖縄大好きさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。サッチーさん、キャンさん、こんばん、サッチー。こんばん、サッチー。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。昨日の、沖縄大好きの大好きを叫ぼうを聞いてくれた方、皆さん、ありがとうございました。2週にわたってのゲスト、トカムギちゃんと楽しくトークしました。ハプニングありつつ、トカムギちゃんにドキドキ してましたが、楽しく頑張りました。次回の大好きを叫ぼうの収録は8月1日木曜日の夜8時頃から予定します。来てますね。テーマ好きなカレー、好きなカレーライスはカツカレー、バーモントカレー、それからトマトチキンカレーです。ライブハウスの店長ケンニーの手作りカレーが美味しいのですが、その中でもトマトチキンカレーが大好きですと来ております。トマトチキンカレー、うん、うん、だしトマトも論外なんだ。嫌いなものが多すぎるっていう。結構多いですね。多いんですよ私嫌いなのが。だからもう私いつもカレー食べるときはもうカツカレーとか肉系が多いですね、トッピング。トマトもピーマンも僕は好きですよ。どっちもダメ。ピーマンは生でバリバリ食べれます。あーマジか。美味しいやつ甘いんでね。あー、沖縄大好きさんがキャスの方でキノコカレーはーと来てますが、キノコカレー、キノコは大好きなんで逆に。キノコのカレー美味しいですよね。美味しい美味しい。キノコカレーとかキノコは大好き、食べれる、全然余裕。時間がそろそろ迫ってできてるので来週のテーマに行きたいと思います。お願いします。来週のテーマは夏休み行くならどこ行きたい。いや、行きたいとこばっかりですね。そうですね、うん、夏休みがないもん。確かに。っていうのもこれ個人的なキャスの配信で、埼玉の郷さんからテーマをいただきました。まあ、ちょうど夏休みっていうのもあるので行きたいところ。いいテーマですね。いいテーマですね。夏休みが欲しい。欲しい、うん、欲しい、確かに欲しい。沖縄大好きさん、来週のテーマ夏休み行きたいところ、実は決まってましてって来てますね。どこに行きたいのか、うん、来週お伝えしてください。お願いします。でもなんかね、はい、最近キャスでちょっとテーマ行き詰まったりとかして配信したら、はい、埼玉の郷さんとか来てくれるんです。お、で嬉しいですね。嬉しいんですよ。でそれでテーマなんかないって言ったら1ヶ月分一気に決まりました。おー、1ヶ月分一気に一気にその日の配信の30分ぐらいで決まりました。
なのでもスケジュール帳今8月のテーマがいっぱいしております。ありがとうございます。ありがたいことに、ありがとうございます。キャスの方で沖縄らしきさん、前の職場では、夏季休暇がありました。いいなぁ、いいなぁ、私も夏季休暇欲しい。言うてももらって何するかって結構難しい。確かに。だからみんな来週の放送でアイデア出していっぱい遊びましょうね。遊びましょうね。ということでお時間来てまいりました。はい、ではまた来週お会いしましょう。おいてはさっちーとミキさんのキャンでした。じゃあねー、バイバーイ。いいなぁ、夏休み欲しいわ。本当にいいなぁ。来週お疲れ様でした。その夏季休暇を使ってライブに行ってましたが、コロナ禍では使ってもなぁって感じでした。あ、まあ、うん、私夏休み今日なんかなんとかな、ラジオ沖縄さん聞いてたんですけど、なんか夏休み何日欲しいっていうテーマだったんですよ。みんな1週間とか欲しいって言ってましたね。1週間あったらどこ行くどこ行くみたいな。まあ1週間ぐらいが一番ベストじゃないですか。仕事にも影響出さずに、うんうんうん、確かにね。まあ私今ドクターストップ前にかかったことがあって2週間。はい、まあ、夏じゃなかったんですけど、2週間経ったうちにもう仕事行きたいってなってました。ですよね。なんか前の最初のコロナ禍の時、コロナ禍になったばっかりの時って、コロナになったら10日間とか2週間とか隔離じゃだったじゃないですか。はい、あの時はめっちゃ辛かったですね。人間暇って辛いんですよね。暇って一番辛い。仕事してる人に対してはマジで、仕事してる時は本当に休みが欲しいんですけど、暇は暇で辛いんですよね。そう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 、どうなの。まあ、僕は暇を作らない人間なんで休みが欲しいです。バッチーさんも、バッチーさんもありがとうございます。いつもいつも。じゃあちょっと早いですけど終了しますね。はい、また来週。お疲れ様でした。